長者橋は、神奈川県横浜市中区の大岡川に架かる、横浜駅根岸道路の道路橋である、中区長者町9丁目と日の出町1丁目とを結ぶ。横浜海高速面市によると、横浜道開通以前の東海道から、横浜港への王冠は、野毛浦や神奈川塾から、須崎弁天まで船も出ていたが、陸路では、芝生から平沼、戸部を経て、 現在の長者橋の位置にあった粗末な橋を渡り、長者橋の通りを南下支社橋から中村川沿いに下るものであった。この粗末な橋は開影4年の資料では単に、と、橋と記されていたが、1873年1月25日に神奈川県で大江田区から大熊重信に宛てた文書の中では、ゴ兵衛橋と記されている。この文書は、 今まで古い土橋でしのいできたが、開港により、外国人の馬車が増えしように耐えなくなり、掛け替えを上進するものであった。これを受け、1874年5月に、新たな木製の橋が完成した。1870年に、河野義地が八丁縄手に菓屋を整備し、長者町と名が付いたことから、その名を取り、長者橋と名付けられた。この橋は、関東大震災で消失し、 国費を投じて、コンクリート製、アーチ橋に掛け替えられた。新たな橋は1927年に着工し、総工費10万653円を投じ、1928年に竣工した。上流側より、橋のたもとに船着き場が整備された。京浜急行日の出町駅に近く、道駅と伊勢崎町方面を結ぶ道として、交通量は多い。 大岡川と平戸桜木道路に挟まれた一角は再開発により高層マンションと商業施設からなる日の出桜スが2015年3月に竣工した。また2015年5月に橋のたもとに横浜河川で初めての浮き桟橋、横浜日の出桟橋が竣工した。夜間には橋側面がライトアップされ春には川沿いで桜祭りが行われる。 ありがとうございます。